少し疲れたか。ふぬけばかりか。あつちゃくさ、おるたんとるねこし。きんごうがふてか。様、違いますか。お主は春においでになった岡田の集落の者です。今や猛虎に乗っ取られ、非道の限りが行われております。よく覚えておる。必ず村を守ってみせよう。よし。それは人形だよ。血に染まってる。黒犬は子供までさらうのか。ああ、そしてマムシの兄弟に売るんだ。どこにおる。この先に野営がある。猛虎が見張ってるけどね。ならばまとめて切る。黒犬は私が殺さなきゃ。ずっと昔に機会はあった、でもできなかった。力を貸すぞ。野営に攻め入り、引きずり出してやろう。
そして命乞いさせてやりたい。無様な姿で。無論だ。黒犬を始末すればアルタンも震え上がるだろう。行こう。猛虎だ。見つかったら仲間を呼ばれる。俺がやろう。見知った地なのか。槍川を出た後、タカと来たんだ。かくまってもらえると信じてね。Samurai!
黒犬はいないみたいだ。黒犬はいないみたいだ。尻尾を巻いて逃げたな。絶対に逃がさない。待て、船が沖に出ておる。あの中だろう。ほら、小舟に乗るよ。急いで。どこに行った？もうこの悲鳴で呼び出すぞ。何か思い違いをしておるな。すべてアルタンの命だ。子供をさらっておるだろう。違う、あれは忘れたとは言わせないよ。私と弟の鷹を捕らえてマムシの集落に撃ったじゃないか。鷹、あれは可愛い子だったな。俺の記憶ではお前があいつを差し出したんだぞ。知っていれば。ユナ、お主が切れ。怪我はないか？早く船を降りたい。燃やそう。アルタンも我らのことに気づき、動かざるを得まい。ジン、黒犬が言ってたこと本当なんだ？何だと？あいつとは大綱であって、飯と寝床をやるって言われたから。タカも連れて行ったんだ。気づいたら酒飲まされて眠って、タカは起きなかったけど私は見てた。あいつを殺せばタカを救えた。でも怖くて見てるしかなかった。せめてはならぬ。こたびのことで守られた子もおろう。
少し休みたい。宿に戻るよ。後で会おう。こっちだ、影。いい子だ、影。開けろ、影。何事だ？アルタンが来たんだよ。おかげでこのざまだ。クシの境にある野営で待ってるとさ。許してはおけぬ。必ず成敗しよう。殺すしか能がないくせに。民を守るが我らの務め。アルタンにも思い知らせてやる。それはあんたの務めだろ。ユナはどうなのさ。野党に誇りなんてない。どうにかするから。約束だ。約束なんて信じられないね。あんたのことも。馬のところに行こう。
罠に飛び入るようなものだぞ。でも位置には借りがあるんだ。我らの狙いはアルタンだ。何があったにせよ心を囚われるな。何も知らないくせに。位置と会ったのはマムシの集落。あの子も芸人だ。それからはいい姉貴分さ。面倒もよく見てくれて。逃げ出したのも位置の案。位置が選んだことだ。仮ではない。まだ続きがある。3人で逃げようって約束して、一斉に走り出した矢先に位置が悲鳴を上げたんだ。でも助けなかった。あの子を見捨てたのさ。命の恩人をね。なぜ助けなかったのだ。あの時は子供だよ。殺されるのはオチだ。化け物に立ち向かい勝つ子供もおるぞ。私はあの日から毎日のように悔やんでる。後ろめたさを引きずるな。過去の話だ。アルタンとの戦いで枷になる。そんなこと言われずとも分かってる。ここだ。抜かるな。アルタンの兵の数すらわからんぞ。どこかに隠れてるかもね。去哈罗
先祖。 あいつだ。アルタ、手下を引き連れやがって。アルタ、数々の所業を悔やむがいい。笑わせるでない。同胞を手にかけておいて。 マムシの兄弟も黒犬も裏切り者だ。だからどうしてクロードとなって殺してもいいというのか。龍蔵がこちらに着いたのもよくわかる。黙れ。ざれ言はしまいだ。 なぜそうも同類を毛嫌いする。
お前も生き残るのに必死なのさ。俺は平和のために人を殺す。お前はただの人殺しだ。アルタンを殺してもクロードを敵に思う連中はいる。みんな次は自分の番だって怯えてるよ。俺が斬るのは悪人のみだ。私たちをどう見る？ただの化け物。あんたらはよくやったと思うよ。さよなら、ユナ。一の言葉気にしないで。皆に恐れられてはかなわんな。あんたの行いもその訳もわからない奴らはいる。だが下道に落ちてはおらぬか。落ちててもあんたには正義があるよ。Hmm.